皆様こんにちは、ひーちゃんです。今回の、ね、動画はですね、5月の17日に、40代、50代、60代の、4人で、六甲山ヒルクライム、まあのんびり行った時の動画を見ながら、ちょっとパナモリについて話してみたいなと思います。でまずですね、まあ、いろんな人に聞かれるんですけど、なんでパナモリなのって聞かれることがあるんですけど、まあ、これはね、単純にね、スタイルがかっこいいから、ホリゾンタルなスタイルとか、あとちょっと時代遅れな感じとか、まあ、それが逆になんかかっこいいなと思って、乗ってます。あと黒森なんでね、すごくよくしなるんで足に優しいとか、いうのもあるし、あとゆるポターでも全然、ガチで走らなくてもゆるポターでも全然いけるっていうところが気に入ってます。でね、あとそういうのも含めてなんですけど、私服ですね、まあ、レーパンジャージじゃなくてもジーパン T シャツスタイルで街中走っても全然いけるんで、まあ、そういうところもいい自転車なんかなと思いますね。だから自分の、そういう主張がカスタムとかでもそうなんですけども、主張できるところがすごく気に入ってます。あとね、パナモリ実際乗ってみてどうっていうのもよく感想聞かれることもあるんですけども、足に優しいのっていうとこなんですけどね、平地についてはかなりしなってくれるんで、力逃がしてくれてだいぶ優しいと思います。で上りについてはね、重さがあるんですけども、ちょっと力が抜けてしまうというか逃げるんで、速くはないですね。速くはないんですけど、重い分グッと踏まないといけない。 でも力をうまく逃がしてくれるんで、ヒルクライムなんかでも使えるんですけども、重さに対応したペダリングさえできれば全然問題ないかなと思います。優しい方じゃないかなと思います。でどっちかというと足に優しいかどうかでいくと、まあ、中長距離向きの自転車じゃないかなと思います。なんか短い距離でね、近所の山をピュッと登ってピュッと帰ってくる、まあ、私はどっちかというかそういう使い方しかほぼしてないんですけども、まあ、それよりは普通はまあちょっと中長距離100キロ、150キロ、200キロとか、いうライドをする方が正しい使い方というか、パナモリのいいところが出るんじゃないかなと思います。あとね、嫌なところなんですけど、これはね、重い。このね、私のフロントバッグつけた状態、まあ、これとね、ドリンクボトルつけた状態で、測ったら 10.5 キロ、だからまあ全部外したら、まあ、9キロ台、まあ、ホイールもねあえて重くしてあるんで、だからまあ言うほどは重くはないんですけども、今もう一台乗ってるエモンダとかからしたら3キロ以上か4キロ近く 3.5 キロぐらいか重くなってるんで、やっぱりね、重さは感じます。とあとね、嫌なところで決定的なのがこれね、やっぱり遅い。力逃げるんで、ね、フロントフォーク、これがね、黒森のタイプのパナモリなんですけども、やっぱり、ね、強く踏み込むとフロントフォークがね、すごくしなってくれるんですね。だから独特の乗り味とかはすごく気に入ってるんですけど、やっぱりね、なんか鈍い感じがして、まあ、反応も遅いし、なんか全体的に言ったら遅いのかなと。で今ちょうどね、前走ってるシーンなんで、シーン、まあ、自転車があるんですけどもね、この方が乗っておられるのが、スーパーシックスのエボカーボン、でミドルグレードのキャノンデールなんですけども ね、同じようにペダリングしててもやっぱりね、軽快さと進み方が全然違うんで、まあこれ見ててもやっぱり遅いんかなっていうふうに思います。あとね、嫌なところで挙げるとしたら、まあのんびり走るのには向いてる自転車なんですけど、まあアップダウンがあったりとか、ちょっとしたツーリングしてる時なんかに、まあ、カーボンに乗ったね、ホビーライダーの方とかに、ピュッと抜かされるんですね。
ちょっとした上りがあった時とかに軽快にピュッと抜いていかれて、まあまあこっちはゆるぽたしてるつもりなんですけど遅いやっちゃなみたいな感じで軽く見下された感じで一別されて、抜いていかれるっていう、まあこれはひがみっぽいところもある私の性格でそういうふうに感じるのかもしれないんですけど、そういうところがね、我慢できる人やったら全然パナモリをね、楽しんで乗れると思います。僕はねそういうのでねたまに心傷つきやすい方なんで、うーんって思う時あるんですけど、まあそういう時でねもう思い切って道変えたりとか、して、我慢してます。あとね最後にメンテナンスの面どうなんっていうのもこれも聞かれるポイントなんですけど、まあ少し前の動画でもねちょっとサビが見えたりとか水抜き穴のところにね防サビスプレーしたりとかっていうのをまあまめにしとかないと錆びたね赤い汁が出てきてしまうんで、まあ、洗車にはねすごく気を使います。もう最近はねもう水洗いやめてバリアスコートで磨いたりとか、乗るたんびに磨いてあげたりとかね拭く感じで、掃除してます。まあその、ね、水洗いができてねさっと洗ってっていうのができたらいいんですけど、まあ、そのあたりはすごく気を使うポイントなんかなと思いますね。あとね少し前にもねこれも、以前の動画でも言ったことあるんですけどねブレーキとか調整がねまめにいります。で車体がやっぱりよくしなるんで特にね私のセットアップもね影響してると思うんですけどもねしなる分ホイールがブレーキ臭に特にリア周りなんかは、あんまりキツキツにしてるとクリアランスをキツキツにしてると干渉してブレーキ臭がホイールに、干渉してたりとかっていうのがたまにあるのでブレーキの感じというかね調整だけはねまめにしてあげた方がいいですね。はい、あとねメンテナンスの面であといいところもちょっと挙げときたいんですけども基本的にやっぱりね車体が鉄なんで丈夫です。だからね傷がいくとかっていうの以外は、まあカーボンほど気を使わなくてもカーボンはねこける時にもどっちかといったら車体を守って自分の体で守ってあげないといけないかなっていうのがちょっとあるんかなと思うんですけども、まあ、実際事故したら分かんないですけど、まあ、黒森の場合は傷がいくなと思ってもうやっぱりこけてもやっぱり鉄なんで丈夫なんでその辺は安心かなと。もう最悪リペイントしてでも直せる自転車やと思ってるんで、まあ、その辺は安心感があるかなと思いますね。あと輪行なんかの時なんかもそうですねタイヤ外してどっか持っていてとかっていうのもカーボンほど気を使わなくていいところが、うん、黒森のいいとこかなと思います。ただね言うてもこの私はパナモリのこのレーシングカラーレーシングデザインって言ってホームページに載ってますけどこのレーシングカラーがすごく気に入ってるんで同じカラーでねなんかリペイント自体は言ったらやってくれるみたいなんですけどまあでも味が出るんで、まあ、傷とかその辺なんかも自分の愛車のアイデンティティやと思って大切にしていきたいと思ってます。ね、カーボンと黒森あとマウンテンバイクっていう感じで乗り分けてるんですけど、まあ、どれも本当に好きで乗っててパナモリも本当にねもっともっと山はね乗らないってこの間言ってしまってたんですけど代わり番号ぐらいでね六甲さんにも連れてきてあげたいなと思ってます。はい、今日はねちょっとパナモリについてお話ししてみました。これがねゴール地点の104でした。今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。また次の動画でよろしくお願いします。失礼します。サングラス落としたかなと思ってね。あ、そうなんですか。あ、だから止まってなんですか。